台北郵局。台北郵局は台北市にある中華郵政の郵便局。北門の目の前にあることから北門郵局とも呼ばれる。所在地は台北市中西区田高に支示一段。期限は19世紀末のこと。日清戦争が終結し、下関条約が締結された1895年、日本軍は台湾に上陸すると軍が所管する。 野戦郵便局という郵便局を新軍に合わせて順次設置した。1895年6月9日設置のキールンの野戦郵便局を皮切りに続けて台北にも1895年7月9日に置かれた。台北郵局の公式サイトではこの時点をセットアップデートとしている。翌年には軍から民政局へ移管され、 野戦郵便局という名称は廃止された。1898年に木造2階建ての局舎が完成したが、1913年2月に火災により消失し、同年11月に木造の臨時局舎が再建された。現行の局舎が建設されるのは1928年まで待たねばならなかった。 栗山春一の設計で RC 作りの3階建て局舎の建設が始まった。4000坪の敷地を持つ大掛かりな建築で工事は翌年、または翌々年までかかった。この春工年であるが文化部文化史産局の資料によれば1929年で、台北遊局の公式サイトによれば1930年とされている。総工費は56万円で、 当時としては破格の金額であったという。外観からも判別できるように現在は4階建てになっているが、これは第二次世界大戦の終結後に4階部分が増築されたためである。1992年8月14日付工事で台北市の戸籍とされた。2006年には外壁の改修工事が開始され、2014年末完了。 翌2015年には完成の式典が行われた。またこの時、郵政博物館の開館50周年に合わせ局舎の2階に、郵政博物館台北北門文館が開設された。細部には、精緻な装飾も施されながら、全体としては簡素かつ重厚な外観と対照的に、内部は吹き抜けを用いた高い天井による開放感を醸し出している。 外部に使われているタイルの薄茶色は防空色と呼ばれる昔ながらのもので2000年代の修復においても引き続き用いられた内部に設置されているカウンターは竣工当初から使い続けているギラン県総産の大理石製という早雲の最寄り駅は松山新見世線の北森駅で徒歩3分バスを利用する場合は台北有極校舎担すぐ 周辺には駐車場もある。近隣施設としては道路の向かいに台北府上北門があり、逆に南方面へ、すぐのところには舞台外洋楼もある。ありがとうございます。